皆さんこんにちは。猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。医学療法士の小峰武明です。今日はですね、こちらのローラーを使ってですね、首周り、背中周りといった上半身の筋肉をちょっとほぐしていくようなワークをこれでやっていこうと思います。ぜひですね、こちらローラーを準備していただいて、一緒に動画を見ながらやっていきましょう。まずは後頭部の下にですね、こう置くようにしていただいて、枕のようにしてこのまま仰向けになります。一度この状態で深呼吸をしていきましょう。大きく吸って吐いて、そしたら首を傾けていきながら、ゆっくりと後頭部の筋肉をほぐしていきましょう。ストレートネックだったり、猫背によって顔が前に突出している状態ですと、この首の後ろ、ものすごくね、負担がかかっておりますので、ゆっくりとほぐしていっていただいて、その後のストレッチだったり、エクササイズにつなげていっていただければと思います。はい、結構です。ゆっくりと頭を起こしていただいて、今度は、肩甲骨の高さにですね、このようにポールを当てがっていただいたら、一度頭の後ろに両手を組み、これだけまずはですね、背中が反るかなっていうのを感じてみてください。今の状況が把握できたら、一度頭を起こし、左右に体を倒すようにしていきながら、肩甲骨の内側の筋肉に対してマッサージしていきます。痛みが強い方はそのまま体重を預けておくだけでも効果がありますので、無理のない範囲で実施するようにしてください。そしたらお膝を立てて、軽くお尻を浮かせた状態で、頭側、お尻側に体を動かしながらですね、ボールを上下に動かしていきましょう。そしたらもう一度ですね、先ほどと同じ場所に当てて、肘をぐーっと開いて、先ほどよりも体が後ろに倒れるかなっていうのを確認してみてください。はい、ゆっくりと頭を起こしていただいたら、今度はもう少しお尻に近いところですね、腰のところに当てていただいて、同じように左右に体をねじねじしてください。下部肋骨ですね、肋骨の下ぐらいの部分になります。では同様にお膝を立てていただいて、頭側、お尻側と動かしていきましょう。今度は肋骨と骨盤の間ぐらいですね、ここはちょっとね、結構しんどいところでもあるので、このまま乗せていただいたら、背中、頭はもう床面につけてもらって、このように膝を立てた状態にしましょう。そこから足をパタパタと左右に動かせる範囲で動かしてみてください。座りすぎていたりとか、猫背の方とかはですね、結構この腰骨が反りにくい方も結構多くいらっしゃるので、ここにですねポールを入れてるだけできつい方もいらっしゃると思います。無理のない範囲で動かすようにしてください。そしたら少し体を傾けてもらって、横ですね、側面で動かすようにしてください。少し横向きになった状態で同じように動かしていきます。ちょっ
脇ですね、脇に入れてもらったら、ここからですね、まず体を前と後ろに倒していきましょう。前、後ろ、前、後ろ。結構ね、この辺も疲労が溜まってたり、リンパが滞っていたりすると、結構きつい部位でもあります。ではですね、今度は頭側、お尻側に少し転がしていきましょう。ご自身でちょっとね、痛いなって思う場所を見つけていただいて、動いていただくようにしてください。慣れてきたらですね、少し動かす範囲っていうのを広くしてもらっても結構です。はい、結構です。今度反対ですね、後ろ向きになりますね。このように当てていただいて、前側、後ろ側、前、後ろ、足で動かすようにして、頭側、お尻側にコロ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 してください。そして最後はボールを縦にしていただいて、背中と後頭部まで乗るような状態にしましょう。お尻はつけていただいても結構です。この状態から少し万歳をして伸ばして、そして戻しましょう。もう一度万歳できるところで戻していきます。3回目万歳、戻します。で息を吸って吐きましょう。5回目ラスト、もう一ついきます。万歳したところから肘をぐーっと曲げていって戻します。もう一度万歳、肘を畳むようにして体の横を通すようにして戻していきます。3回目、万歳、手のひら天井を向けたまま床面スレスレを通るように回します。もう一度万歳、肘を曲げて床面をスレスレ通して回す。ラスト1回、回していきましょう。ではゆっくりとボールを出していただいて、ボールを避けたら仰向けで少し深呼吸です。では横向きを経由していただいて、ゆっくりと体を起こしていきましょう。皆さんいかがだったでしょうか。今日はこのマッサージローラー、フォームローラーを使ったですね、上半身と背中をですね、柔軟性高めていくようなエクササイズを紹介いたしました。結構ね、肩の上がり良くなったよとか、背中ポカポカするなとか、そういったね、感想をお持ちの方多いと思います。このようにご自宅でできるようなホームワークをですね、みんなでですね、Zoom をつないで楽しくワイワイ運動しようというフルボディワークアウトオンラインというのを展開しております。もしご興味がある方はですね、過去のアーカイブ動画等も残っておりますので見ていただいてですね、一緒に参加してみようかなという方はですね、概要欄にホームページを載せておきますのでチェックしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。